あ、これもね、歴史博物館内にあの近くにあるやつなんだけどね。なんか、動物、迷惑昆虫博物館っていうのがあるみたいで。まあ、ちょっとそこも時間があったら行ってみようかなと思ったけど。うん。これすごいね。まあ、最近の若い子はちょっとね、俺もちょっとこう、わからん昆虫もおるからな。うん。まあ、結構カブトムシとかクワガタが好きな人はね、わかるだろうけどね、この辺。うん。外国、ヘラクレスとか、なんかええよね。あれ人気あるよな、未だに。うん、まあなんかね、うん、まあ後で行けたら行くんでこれ、うん、うん、結構なかなかいいねこれ。うん、まあここもね立ち寄れるんだったら立ち寄ってみてください。では。